はい、どうも、レッドコンプレックスです。フェーズ変わりましたね。皆さん、ディビジョン戦やってますでしょうか？僕はね、しっかりやりまして、ディビジョン1到達いたしました。イエーイ。まあ見ていただいたらわかるんだけど、もう今ね、世界161位で3桁乗ってて、前よりかは上手くなったかなぐらいには思ってるんだけど、はい、まあそんな雑談は置いておきまして、早速ね、ガチスカ、ライブアップでも反映したガチスカね、前とは、また違うものが、出来上がりましたので、紹介していきたいと思います。この絵ね、選手や試合に関する動画ちゃんと上げていきたいと思ってますので、めちゃくちゃモチベになりますので、よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではやっていこうか。アリーベデルチ、はい、こちらがガチスカですね。4-1-3に、戻ってきました韓国代表本営。今ってこのフォーメーションできるのかな、韓国代表。前回ね 4-2-2-2 使ってますって言って、ずっとそれ使ってきたんだけど、ここに来てね変えました。まあ理由はいろいろあるんだけど、それはね後々喋っていきたいかなと思います。はい、ということで人選喋っていきましょう。GK ノイヤー、まあここはねライブアップで B で、もう安心安全ノイヤーですね。そしてセンターバック2人が、左がルーベン・ディアス、右が、リュディガーの指名契約権。まあここも変わらずって感じで、このルーベン・ディアスがね前ライブアップで C でね、代わりにウパメカノ入れてたんだけど、今週 B ということでスタメン復帰って感じで、で片方のリュディガーに関してはもうあのスタメンから外れることは多分今後ないと思うので、C でも入れてるって感じですね。まあイメージ、片方リュディガー指名契約権はみんな絶対取っておいてください、そこは確定で、片方はフィジカルディフェンス重視って感じですね。スピードよりかはそういう振り方にしてます。はい、そしてサイドバック左がリュカエルなんです。右がマルキーニョス。はい、ここはね右はもう、マルキーニョスライブアップで B で確定ですね。無印で守備力しっかりありつつ、フィジカル80乗ってると。でリュカエルなんです。ここに関しては守備的サイドバックを採用してますね。一回攻撃的サイドバックとかね、あの無印とか試してみたんだけど、やっぱしっくりきませんでしたね。守備的が、僕の中では一番いいかなと思ってまして、守備力が、だいぶ高い、リュカエルなんです。今週のね、中間できてるリュカエルは正直、守備的じゃなくてプレスタ変わっちゃってるので、守備的の選手を、入れてほしいかなと思いますね。代用としてはアスピリクエタとかいいのかな。そして DMF アンカーがトナーリハイライト。まあ、ここはねライブアップで C なんですけども、まあ事故りにくさアンカーの中ではねあって、パスもめっちゃうまくてディフェンスもしっかりあってって感じなので、もう安心安全って感じで、ここスタメン外れることはないかなっていうので入れてます。はい、そしてサイドハーフ左がペドリ、右がベルナルド・シューバー。ここはねどっちも、ドリブルがうまい、タッチが細かい小柄のタイプで、パスがうまい選手入れてますね。例えばねビルドアップの時にこのペドリとかがここら辺でもらったりするんだよね。そうすると相手の選手だいたい内側、このデパウルのとこ切ってきたりとか、この縦のねムーバッペのとこ内側をやっぱ切ってくるんですよ。でそうすると、まあデパウルとから辺はね2列目なんで、ちょっと前ら辺にいるか、ここら辺にいるとして、そうすると自分でちょっと前に持ち運ぶ力っていうのは必要だと思うんですね。それでねやっぱタッチがでかい選手とか、ちょっと呪い選手だと、そこ事故ったりしてしんどいので、ここからね内側に入っていってパスコース探すみたいな、そういったことができるような選手が、好ましいかなと思ってます。でこのペドリとかベルナルド・シューバの作り方っていうのは僕過去の動画で上げてるので、そちらを参考にしてみてください。でちなみにプレースタイルはあんまり気にしてないですね。はい、で OMF が週刊デパウル、まあここはライブアップで A だからって感じだね。正直ねデパウル個人的にはあんまり好みじゃなくて、あのあんまり使用感個人的にはあんまだけど、他にね、対していい選手僕持ってないので、まあダブタ持ちで、まあちょっとは運べて、ちょっと運ぶっていうところがね難しいんだけど、個人的にはまあシュート決定力とかも、パス能力とかもまあ全体的に平均が高いみたいな、ダブタは必須じゃないかなと思ってますね。そういった2列目の選手を入れてください。はい、そして2トップのところ、左がムバッペ、右がエピック・ロナウジーニョ。まあ、ここはずっと、あの、4-2-2-2の時と変わらないかな。ムバッペはね、ライブアップで B なんでスタメンで入れてまして、まあ、片方ライブレが良くって、片方チャンメがいいよね。このロナウジーニョがいい感じで落ちてきてくれて、まあ、こねられるからね、相手に取られにくくて、溜め作ったりとか、簡単に後ろ戻してワンツー狙ってみたりみたいなできるし、まあ、パス前して決定力もしっかりあってね、アウトスピンキックあるから、逆足で蹴ろうとしても右足でアウトスピンでね、シュート蹴ってくれたりするしね。まあ、抜け出しのタイミングもすごいね、個人的に好きなので、SD チャンメで入れてます。
それではね、ベンチの方紹介する前にまず4222を使ってたのに、なんで急に4132をまた使うようになったのかっていう話なんだけど、この4222とかだとやっぱここのサイドとかの選手はだいぶ内側だよね。 OMF で内側にいて、でここに選手はで、このデパウルの位置には選手いないんだけど、まあ、結構中央に入れれば組み立てやすいし、そこからね裏抜け狙ったりとかっていうのは十分できるんですが、いかんせんねサイドを広くね使いにくいんですよね。幅が持てないっていうんですかね。まあずっと中央で崩すこともできないことはないんですけども、やっぱね中ガチガチになってくるんでラストパスがなかなか通らない。ビルドアップめっちゃいい感じで崩したりしてもなかなかラストパス通んなかったりとか、結局詰まった場面でシュートまで行こうみたいな感じになっちゃうので、一回ね外に広げたいっていうのが僕の中でありました。なのでやっぱここのねサイドハーフの選手大事だよねっていうことがありまして、このフォーメーションかなりおすすめですということで、まあ簡単に説明させていただいたんですけども、ベンチの方紹介していきたいと思います。はい、ベルカンプはロナウジーニョの替えですね。はい、ネイマールはライブアップでいいし、このペドリのとこの替えで使ってます。はい、でウパメカノ、ここはルーベンの調子次第ですね。リュディガーは、ゼフ調以外の時はずっとスタメンで入れるので、それ以外はゼフ調の時だけウパメカノ、リュディガーと変えてます。でダニオルモは OMF デパウルの替えで、ヌドンベレは、OMF デパウルの替えもできるし、このサイドハーフ、ベルナルドシューバーとかのとこを CMF に変えて、使ったりしてますね。で、リングホーランドはムバッペの替え、カゼミーロは隣の替えという感じになってます。まあ人によってはねこの左サイドバック、ライブアップで今 C なのでね、替えを入れてもいいかもしれないですね。僕はもうリュカエル信じてるんでずっと入れてますね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回ガチスカの方を紹介させていただきました。今回はね試合の動画ないんだけど、ちょっとねもうちょっと上手くなってから見せたいなっていうのがあって、ちょっとね試合の動画をお待ちくださいって感じで、とりあえず今週のガチスカは、こんな感じになりますので、皆さんもね、ぜひ真似してディビジョン1すぐ行っちゃいましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それではバイバイ。